が原作者の岡野美幸さんです。岡野です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらが、小林千恵美さん。あ、はいはいはい。今おいくつなんですか？53です。あ、そうなんだ。いや、若く、すごい若く見えますね。いえ、あ、なんか、もう喜ばしちゃって、そんな。だんだん上手になってきた。ですね。まあ、介護の仕事とか、介護は全般に、障害のジャンルも年齢も問わない、まあ、どんな方でも私の空いてる右手があれば使わせていただくみたいな感じで、まあ、ヘルパーとかいろいろやってたんですよ、ね、これ余裕だったらこのまま別の話に持っていける、ね、そうですね、空いてる右手、空いてる右手ではないちょっとベタベタだから、ちょっと拭いてください。拭いてください、拭いてください。ちょっと、こぼってるの。近場頭、行った分に失礼ですよ。いやいやいや、ありがとうございます。いいです。いいですか。僕もなんかホームに入ったような感じで。ホームに。久しぶりこの前行って、お袋の入ってた個室に次に入ったおばあちゃんが、そっくりの人なんですよ。で、スタッフも驚いてて、うわわわわわ。いろいろ喋ってて、面白かった。そうですか。で、なんかこう、3時のおやつの時間になった時に、ちょうどまったりする時間ですね。そのおばちゃんたちが多いに、あんたに来てないよ、まだって言ってさ、おやつは、そう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 。で、ありがとうって食べよったら、あの、新しく入ったその施設の人が、なんとなくね、キョトンとしとったね、また新しく入ったのかな、みたいな感じで。とりあえずここから南部間も見えるんですよ。で、まあ、全部入れ替わったのは現場ですね。だから日が変化して、まあいろいろな思いがちょっとこう複雑な思いもあるんですけどね。っていうのはあの。今でもこうきちっとうちの親父が勤めてたのも三菱だし、はいはい、で三菱は今でもこうきっちり長崎の主要産業としてあります、うんうん、でまあね、自衛艦とかの修理やとか、まあ、いろいろですねあの戦艦武蔵とかも作ったところで、はいはいはい、結構切り離せないところなんですよ、ね、戦争と、うん、でまあそうでありながらその平和な、地という平和を願う地かであるとい う, そ, う、ね、そのこの矛盾した感じっていうのは今全国どこでもそうですよ ね, うすね、うん、だから、うん、その屈折した感じっていうのも含めてっていう感じですね。最高。足が眩しい。お久しぶりです。ペコロスの母に会いに行くの、ペコロスです。本名岡野ですけれど、皆さんのおかげで、ペコロスの母に会いに行くの、映画も、広がりを持てました。まあ、良くも悪くもそういう時代との遭遇ということで、漫画も映画も広がりを持てました。映画ペコロスの母に会いに行くのテーマは、記憶は愛であるという。ことでしたけれど、その森崎監督の終生のテーマである記憶は愛であるを引き継いだ、映画広島を忘れないを、よろしくお願いします、小林千恵美さんにバトンタッチいたします。皆様はじめまして、私、映画広島を忘れないの原作企画をしております小林千恵美と申します。先ほどペコロスの母に会いに行くの岡野さんよりバトンタッチをいただきました。今後黒島を忘れないを映画にするために進めていきますので、どうぞ皆さん応援のほどよろしくお願いします。はい、帽子取らんでいいですね。あ、帽子取った、帽子取る、うわ光っとるな、光っとるな、はい、はい、はい、どうもありがとう